敵中、敵中です。2級戦闘準備。目標 B3 エリア第12号緊急プランを執行します。便利だねこれ。これをオッドーに渡したなんて理解に苦しむ。いや、記憶が多すぎるからこういう細かなことは放置していい。余裕ができたらまたゆっくりとこの5万年の過去を消化するよ。ん？まさか。戦果としては十分だ。天命とオッドーさえ存在しなければこんなに厄介にならなかったし、この世界ももっと平和だったはず。あのバルキリーたちがかわいそう。よく考えれば彼女たちは結局オッドーの駒でしかなかった。うまくコントロールできた。檻といくつかの建物だけ壊して、あ、くそ、うまくコントロールできてなかったのか。誰だって全てを考慮できないでしょう。誰も、あのメイ博士だって。彼女だって多くの人々を犠牲にした。そうでしょう。勝利と正義には犠牲が必要だ。もういい、自分に言い聞かせても仕方ない。とりあえず早く空港を出ないと。まだわからない。世界は広いしどこにでも行けるけど、特に行きたい場所はない。旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてると知ったらきっと驚くでしょう。崩壊はまだ消えていない。のんびりできる日々もそう多くはない。しかし今は出た。位置につきました。誰も気づいていない。これは本当に便利だ。おや、都政の羽は人工知能には効かない。私って優しいんだね。今回は文句ないでしょ。全員見逃したし、誰一人殺してない。その優しさをもう少し早く覚えてほしかったよ。おっと。いや、まあ、あなたみたいな奴がそう簡単に死ぬわけないか。ああ、僕は確かに死んだよ。ただ、予備用の体は別の場所にあってね。ならもう一度殺せばいい。天命を半分壊してもあなたを殺せないなら、次は全部壊せばいい。待った。まさか私を撃った時今日のような日が来るとは思ってもいなかった。君は悪い。それをあなたが言うんだ。
もちろん私は悪い人ではない。天に代わって正しいことをするまでだ。ならば話し合おうではないか。あなたに話すことはない。確かに僕は君を殺した。それは僕の罪だと認めよう。さっき君が復讐しようとした時、僕は抵抗しなかった。これで何を言うかと思えばお愛子。私はあなたの体を一体壊しただけで、あなた自身は無事だ。それがお愛子だって。その体を全部壊し、復活したくてもできなくするまで私の気は済まないんだ。君だって無事に僕の前に現れたじゃないか。なんだと？僕が君を殺して、君も僕を殺した。そして二人とも復活した。それに僕が君の体を治さなかったら、君は復活できなかった。そうだろう？それを言うなら、僕は復讐の相手ではなく君の恩人だよ。あなた、それは。君が天命でしたことは十分じゃないか。ここは僕のような悪人ばかりではない。君と戦ったデュランダルや崩壊を倒そうとする彼女たちを犠牲にするべきではないだろう。どこに行くんだい？あなたには関係ない。一つ君にアドバイスをしよう。アドバイス？あなたのアドバイスはいらない。友よ、せっかく知り合ったんだ。僕はこの世界で君を最も理解する者の一人だよ。君は迷ってる。そうだろう？目覚めたばかりの君はまだ自分のことをよく分かっていないし、その立場にも慣れていない。君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。その人に進む方向を正してもらい、目標を見つけてもらうんだ。あなた、私と一緒に行きたいのか？まさか。過去の君のことだよ。君は死ぬ直前、都政の羽を一枚残した。僕はそれがどこにあるのか分かっている。その所有者はちょうど君の知り合いだ。ケビン・カスラナが持ってるよ。オットーは騙してない。確かに傷を全部治してくれた。今の私はたとえケビンが相手でも、いや、何を考えてる？勝つに決まってる。よく考えたら、昔は一度も彼に勝てなかったけど、私たちは互いに一度も本気を出さなかった。崩壊エネルギーの適応性は彼の方が上だけど、戦闘技術だと私の方が有利だ。勝敗はわからない。うるさい、そんなのわかってる。盗む？あれは私が彼に残したもの。返してもらっただけだ。私は都政の羽の持ち主。あの羽は私を見てすぐ私の言うことを聞いたじゃないか。意識のある生き物にこれを解決する方法はない。試しでオットーから記憶をコピーしたけど、彼は全く気づかなかった。ケビンに同じ手を使えば、もしかしたら彼は天下制裁を手に取るチャンスすらないかもしれない。そうだ。私はケビンにも羽を残したのかな？やだ、めんどくさい。どうせすぐに答えがわかるし、探す必要もない。
ケビンのやつ、なんでこんな場所にいるのかな。あれ？地下に人がたくさんいる。おかしい。ここの意識にはみんな活気がなく、感情を感じない。反応が強いのは、二つ。いや、三つ。違う。増えた。うるさい。気候は操れないよ。壊すしかないね。防衛戦力は結構強かった。もちろん、少しも怪我してないでしょ。こういうおもちゃは数えきれないほど壊した。一応相手とは何年も戦友だったのだから。気が変わった。潜入はつまらない。正々堂々と中に入ることにした。今の彼は組織のリーダー、孫守でしょ。私が彼に会いに行ったら、私の方が下じゃない？向こうから会いに来てもらう。誰だ？見回りロボットは全部こいつにやられた。おい、拡大してみせろ。ふわ。いや、彼女は死んだはずだ。こいつは何なんだ？またオットーの仕業だな。同盟はどうした？いい加減にしてくれないか。天命本部につないでくれ。早く。おーい、聞こえてる？音声受信機能あるんでしょ？もしもし？もしもーし。まあいい、覚悟してて。すでに天命をめちゃくちゃにした。次はあなたたちの番だ。は？ケビン、会いに来なさい。くそ。総員に知らせろ。一級戦闘準備だ。私が指揮をする。この手で奴を殺してやる。それと、絶対にこのようなことで孫守の邪魔をしてはならない。気のせいかな。それともこういう場所はみんな同じ。各員注意、ジャッカル。侵入者は B2 層7号通路付近にいる。飛行3体はすぐに迎撃に向かえ。殺しても構わない。このジャッカル、偉そうな口ぶり。侵入者は5号と7号通路の境にいる。1体と4体、奴を包囲しろ。
螺旋エリアに追い詰めるんだ。うるさいな。戦術を放送で伝えるなんてバカなの？怖いのか？怖いなら投降しろ。苦しまずに死なせてやる。聞こえてるんだ。基地のことは全てこのジャッカルの耳に入るようになっている。ヨルムンガンドを挑発するなんて、生きて帰れると思うな。隠れているくせに大口を叩くことだけは得意だ。あいつを包囲しろと言っているだろう。早くかかれ。また？少しも学ばないんだね。こんなもので私を倒せるわけがない。飛行を作るのにお金はいらないの？それとも。うるさい。これは戦術だ。戦術がどうしたの？すぐに分からせてやる。そこで待ってろ。電磁ネット展開。クソ。バカ。私は飛べるの。電流を使えば私を麻痺させられると思った？調子に乗るのもそこまでだ。電子レンジは使ったことある？ん？この電磁オーブンの中でいつまで飛べるのか見てみようじゃないか。ザコだ。はめられた。一本だけだと力はかなり弱い。肉眼で見える距離でないとうまく操作できない。幸い温度はそんなに高くない。逃げる方法を考える時間は十分にある。これで終わりだと思うな。ああ、思い切り殺す方が私らしい。さあ、もがくがいい。時間は多く、最も弱い場所はこの辺りだと思う。焦げる匂い。投降しろ。本当に焦げても知らないぞ。見つけた。なんという破壊力。人間技とは思えない。まさか本当に不安。嘘だ。それならなおさら孫子に知らせるわけにはいかない。デス・ステッチャー、お前たちの出番だ。彼女を甘く見ていた。
忘れてないよ。でも彼が出てこないんだ。ここまで暴れたのにケビンは少しも反応していない。彼の意識は探索できる。鋭く重い彼のものに間違いない。だけど感情の動きは何もない。そもそも私がここにいることを知らないと思う。もっと暴れるに決まってる。例えばあのジャッカルとやらの首を取るとか。そこまでだ。目的は知らないが、ヨルムンガンドで好き勝手はさせない。科学技術による生物兵器の凄さを見せてやる。観測した強い意識の正体はこれだったんだ。悪いけど生き物は相手にならない。まだあったら全部出して。急いでるんだ。本能モード切断、 AI 操縦に切り替える。何をした？生き物は相手にならないならしばらく死んでてもらっただけだ。私が相手になってやる。どうだ、我々の技術はこの時代よりも20年先を行っている。どうもこうもない。私の知ってる技術よりは5万年遅く。殺してやる。捕獲のために用意したものを全部出そう。全部。今日こそ。時間を無駄にする必要はない。孫主、僕ならここにいる。その手下はどこで見つけたんです？変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。ああ、いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う。そうでしょ？君は誰だ？私はフア、あなたの友人です。フアは僕のことを友人とは呼ばない。ふーん。正直に話すと、オットーに頭を打たれて私は一回死にました。今の私は目覚めたばかりで
まだいろいろなことを分かっていません。あなたのことは覚えています。5万年前、私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君はフワとは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつも、どうしてそうなるの?と思ってしまいます。多分復活がきっかけで、いろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう。私は過去のフアより、もっと良くなったフアです。私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。友か敵か、選べ。